お客様が。モンゴルの皆さんが結構日本の文化とかにすごい興味が、あって、すごい楽しんでおります。初めての日本の文化をこう味わって、それでやっぱり楽しそうに写真を撮って、インスタグラムとかに上げてるみたいですね。